カイ414から400ゼネラルエレクトリックカイ414は、スタティクススラストクラスのアフターバーナー付け、ターボファンエンジン。好評であったカイ404をもとに GE、アビエーションで開発された、2010年までに1000機以上の F414、エンジンが配備され飛行時間は100万時間を突破している。 GE は A-12 アベンジャー2向けに回404を発展させた回412を開発していた。このエンジンは、アベンジャー2がキャンセルされたため回412、エンジンの開発も中止されたが、GE は A-12 のキャンセル後も研究を、続けこれは、k A-18E、回、e、の F414 開発へと引き継がれた。回414は、 新型エンジンを開発するより低リスク、低コストとされた。四414は F404 と同じ大きさかつ10%の出力増加を目標に四414の設計は行われた。回 A-18E マイナス、回、e、スーパーホーネットが長期にわたる寿命の中で新たな役割と刻々と変わる環境の変化に対応できるようにするためであった。 開発にあたってはリスクを少しでも下げるため回404に使用されていない、素材や技術は使用しないことが計画されていた。会414には F412 のコアと全自動化デジタルエンジンコントロールアッテフの試作競争で開発された UF120 の低圧圧縮システムが使用され、従来の回。 A-18 ホーネットに搭載されていた K404 よりも35%増しの出力を発揮できた。ファンは F404 より 13cm 大きくされて、オリコレにより流量は16%増加した。K404 と同じ大きさに保つため、アフターバーナブは 10cm、燃焼器は 2.5cm 短縮された。 高圧圧縮機のファンにはブリスクを採用し 23kg の軽量化を実現した。さらにアフターバーナー部の制御に独立した油圧システムではなく燃料を使用することで軽量化、構造の簡易化を図った。k 4 1 4は改良が続けられている。GE は2009年まで アメリカ海軍の SFC デモンストレーターエンジンの契約に基づき先進的なコアを使用した海 414A での開発及びテストを実施しており15%の水力増加あるいは長寿命を確保できるとしている A では先進的な高圧タービンを採用しており圧縮機の段数は6段となっており従来より圧縮機は3%効率的である 新しい高圧タービンには新しい素材とブレード冷却システムが使用されており、タービンの温度は摂氏66度上昇するとしている。また、絵では FOD に対する耐性や燃焼速度を低下させる設計が行われている。また、絵でプログラムは先進的な2段のブレードディスクファンのテストを継続して行っており、最初のブリスクファンは 従来の方法を用いて製造したが、将来的にはコスト削減のため非回転型の摩擦溶接を用いて製造するとしている。GE はまた、ホットセクションの耐久性を3倍にし、水力を20%向上させた最新型を提案している。これはエペと呼ばれており、開発費の一部は統合工。 性能タービン技術プログラムを通じて供給された。その他の F414 の改良には、機械的、または、フルイディックシャブロンノズルを使用して、カイ404時代から悪評を買っていたエンジンの騒音を減らす研究と、新しいトラップされた渦の燃焼器で排出量を削減する研究が含まれている。シャブロンノズルは、流れの遅いバイパス流と流れが速く厚いコア排気を、 素早く冷却することにより、エンジン騒音を減少させる効果がある。機械的なシェブロンノズルはノコギリ型の切り欠きをノズルに設けるもので、B787 などにも採用されている。2010年にテストされた内容によれば、機械的シェブロンノズルを装備した場合に3デシベルの騒音軽減効果があったとされている。 これに対してフルイディックシェーブルノズルは排気に細いジェット噴流をぶつけることによって同様の効果を得るものである。また酸素を高い割合で燃焼することで窒素との結合を抑え窒素酸化物を減らす新しい燃焼器の研究も行われている。2010年からは空軍研究所との可変サイクルエンジン開発の CMC を動力に用いての運転は 世界初であるテストにおいて CMC 製タービンブレードは内部の回転ストレスや熱に十分耐えることを証明した CMC 製タービンブレードは従来のニッケル合金と比べ重量が1、3でディスク、ベアリングや他の部品のダウンスリムが可能で耐熱性も高くフィルム冷却を必要としないため燃焼効率の向上にも貢献するとされている 2011年のエアロインディアでボーイングが発表した資料によると最終的には水力を 130kN まで上げる予定であるとされている。k a i 百十四 g e 4 0 0基本型。k a i 百十四 a デ A では高圧タービン及び高圧圧縮機を改良した形式。A ではエンハンスドドゥラビラティエンジンの略。既存の f 四百十四から四百の アップグレード用として提案されている。高圧タービンはわずかに高い温度に耐えられるよう、デザインが変更され、高圧圧縮機も空気力学に沿ったものとなり、段数が7段から6段に変更された。これにより燃料消費率が2%減少している、k 4 1 4エペ新型のエンジンコアや、エンジンファン及びコンプレッサーを採用した形式、エペは、 エンハンスドパフォーマンスエンジンの略。水力は二十パーセント増加して二万六千四百リッター BF となり、水力重量比は十一一となった。Kai414M マコに搭載される予定であった。型、ドライ水力一万二千五百 l b f アフターバーナー水力一万六千八百五十 l b f と、練習機向けに Kai414 シリーズの中では、水力を抑えている。 韓国の T-50 用としても提案されていたが、後に同等の水力を発揮する旧型の F404 の提示によって取って代わられている。カイ4 1 4 g グリッペンで模様。単発機のグリッペンで使用するため、若干の回収が施されている。アフターバーナー水力22000リッター BF。 グリッペンデモはこのエンジンを搭載し、アフターバーナーなしでのスーパークルーズを行い、M1.2 を達成した。海 414GEINS6、インド空軍のテジャスマーク、通用。高圧圧縮機は6段で、新型ハデックを採用している、アフターバーナー水力22000リッター BF、2010年10月に発注され2013年までに99機が輸出された。 四 414GE-39E グリペン NGO グリペンデモに用いられた四 414G をさらに改良したもの。四 414BJ 脱走ファルコン超音速ビジネスジェット機用に提案されたもの。推力は 12000LBF。ありがとうございます。